ンやアスラン君たちは？大丈夫、みんな戻ってきてる。ザストもガンダム、シン君たちもね。彼らの戦いを見届けなきゃならないのね。腹をくくろう姉さん。小隊長さん、敵はザスト軍だよ。そこだ、これでしまいだ。動けろ。当てる。これはどうだ。デスティニーガンダムを捕捉、通信傍受したよ。よくもルナをやったな。やめるんだシン。シン君とアスラン君が戦闘に入ってる。ルナって誰？シン君の同僚ルナマリア・フォークさん。インパルスガンダムで戦場に出てるんだよ。それはアスラン君が撃墜した。急いだ方が良さそうね。この先だけど気をつけて。小隊長さん、高台や崖の上から迫撃があるよ。ジャンプやブーストをうまく使って。敵の資材なんか見つけたら接収よ。ほどほどにね。アスラン君たちの戦いが終わっちゃうよ。逃げて。そこ
の存在だけは許さない。そんな、なぜ君がまた。彼はクローン人間なんだよ。ある資産家が家督を継がせるために作った。電子操作に飽き足らず、人の夢、人の未来、その素晴らしき結果、キラヤマト。ならばお前も今度こそ消えなくてはならない。俺たちと一緒に、ラウル・クルーズ、生まれ変わるこの世界のために。まさか自らの分身フリーダム、キラヤマト。あの人たちを否定して今がある。この先がどうなるかは僕たち次第だから、絶対に諦めない。諦めない限り必ず明日はやってくる。明日のために撃つ、明日のために守る。世界は変わるんだ、俺が変える。僕はもう。レジェンドガンダム沈黙。キラ君、もう時間がないみたい。アスラン君たちがメサイアに突入をかける。だから。了解、僕はメサイアを止めに行きます。ここを頼みます。ギル、レイ君が無事だったのね。ブレイクアウトするよ、ルネーさん。役者は全て揃った。うまくいったな。よし、祈祷する。